群馬町の村田です、いよいよ、アメリカの、トランプさんがですね大統領に就任するということですが、まあそのアメリカ第一主義とか言ってですね、いろいろ話を聞いてると、まあ、アメリカ第一主義っていうのを下手をするとですね、まあこのアメリカが強くなって、まあその豊かになればいいっていうふうな話がですね、自分の国さえ良ければいいというふうに、他の国のことなんで構ってらんないというふうに聞こえてですね、まあこのままだと世界はどうなっていくのかなって、まあちょっとまあ心配してますね。確かに人間は自分が良くなりたいとかですね、自分が強くなりたい、あるいは自分が豊かになりたい、まあそういう願いは誰でも持ってるわけですけどですね、しかしその自分だけ良ければいい、まあ、他の人なんかは犠牲になっても構わないというような、そういうやり方っていうのはですね、この、まあ、個人でもそうですけれども、まあ、世界でもやっぱり非常に危ない生き方だっていうふうに思うんですね。まあ、皆さんの中でカンブリア宮殿っていう番組を、まあ、見てらっしゃる方があるかどうか分かりませんが、私はカンブリア宮殿が割と好きでですね、まあ、大体時間があれば、まあ、何とかして見ているんですけども、そのカンブリア宮殿で、まあ、大体が紹介されるのは優良企業といいますか、まあいい企業と言われている人たちが紹介されるんですね。で、優良企業の人たち、まあ、いくつも、まあ、聞いてたり見てたりしてですね、いつも感心するのは、その、企業っていうとですね、一般的に考えることは、まあ、利益をどう上げるかということが第一だろうっていうふうに、まあ、思ってるんですが、カンブリア宮殿に出てくる多くの企業の人たちは、まあ、利益なければそれは困りますけどですね、利益第一ではないんですね。この自分たちの仕事、働き、あるいは会社がですね、どうしたら社会により良い貢献ができるだろうかとかですね、自分たちの会社の製品がどうしたらこの人々の生活を豊かにしたり、そのより良くすることができるだろうかということをとても大事にしてるんですね。で、まあ、それをまず第一にしてですね、もちろんその上で収益を上げればということでしょう。からもう一つですね、ああこれも大変なことだなと思って聞いてますのは、その会社で働いている従業員のためにですね、この働きやすい会社にする、あるいは働く気って言いますか、やる気が起こるような会社にするってことをですね、とても大事にしている、ね、でその二つのこと、要するにこの社会の役に立つこと、社会に貢献すること、またそこで働く人たちがですね、幸せであること、喜びを持って仕事ができるような職場にすること、そういうことを大事にしているとですね、この、まあ、不思議なことにっていうか、当たり前のことなのかもしれませんけども、業績もどんどん上がってですね、この、まあ、利益もこの、まあ、上がっていくっていうんですね。で、まあ、そんなのを聞いていまして、私は聖書のこの言葉を思い出したんですが、ルカの福音書の、6章のところですね、イエス様が人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさいおっしゃってね、人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさい、これはキリスト教のこの黄金律、まあ、ゴールデンローって言われてるところなんですね。人にしてもらいたいように人にもしてあげなさい、これは人間の世界の中で人間が生きていく時の最善の方法だっていうんですね。で似たような言葉で孔子さんがですね、まあ、中国の孔子という人が、人にしてほしくないことは人にも してはいけませんと教えてるんですね。まあ一見とてもよく似てる言葉ですが、まあイエス・キリストの方が積極的だっていうふうに思いますね。で、イエス・キリストは神様の子供としてこの人間を救うために、人間に仕えるためにこの世に来られた、クリスマスはそういうことですね。そして人間に仕えなさっただけではなくて、人間を救うために自分の命をも十字架上に捧げてですね、
人間を救う道を開いてくださった方です。そういう意味では、イエス様こそ人にしてほしいようにこの人にしなさいという生き方を、自らの生き方となさった方でして、私たちクリスチャンはですね、このイエス・キリストに救われたものとして、イエス様が教えくださったこのゴールデンローと言いますか、をやっぱり日常の生活の中で生かしていきたいというふうに思っているんですね。で、そういうようなことですから、このイエス様の言葉というのはとても大事な言葉だと思ってるんですが、カンブリア宮殿のそのですね、企業の人たちがある意味でこの知ってるか知らないかそれは知りませんけども、イエス様が人にしてもらいたい人にもしなさいという生き方がとても大事ですと教えられたことを企業としてやってると思うんですね。そしてそういう企業が現実のこの社会、世知辛い社会の中でですね、むしろ利潤を第一にしているという会社よりも、この会社として成長したり、またこの率直に言ってこの企業としての収益を上げてるというのはですね、とても驚きました。で、やっぱりイエス様が教えてくださったことというのは本当にこの世のこのなんて言いますかね、かなり厳しい現実の中でもこの生きてる言葉なんだということを思わされました。それだけにですね、今回のちょっと、トランプ大統領の発言やこの在り方というのはですね、ちょっとこれからの世界のことを思うと非常に心配なことだと思っています。改めて、アメリカもキリスト教国だって言われてるんですから、もう少しこのイエス様のおっしゃった言葉を大事にするような生き方をしてほしいもんだというふうに思いますですね。今日はこれで終わります。